鈴木が見たくなる恋愛ドラマプロローグを。なんだこれ。やった。これこれ。まずは皆さんに質問です。世の中にたくさんある恋愛ドラマの中で人気になるドラマに大切なことなんでしょうか。キャストだろう。即答。まあでもそれもそうですよね。いやそれは脚本ですよ。面白さ。まあまあまあそれはもちろんね。まあいろいろ大事になってくるんですが、一番大切なことそれはつかみなんです。つかみ。これはそうかもしれない。気にしたことありますか皆さん。確かにでもドラマってまず1話最初見て、あ面白そうだなって思ったら見続けるし、それが違うなと思ったらもう見ないみたいな。そうですね。確かにつかみ大事だね。徐々におもろなって来られてもっていうのありますよね。こっちは最初もグッと掴んでほしい。で最初の3分が全てを決めるという監督もいるほど、主人公や相手役のキャラクター、設定、その後に期待を持たせるためのセリフなど。短い時間で視聴者の心を掴んで続きを見たいと思わせるということが大切なんだそうです。3分そんなに厳しいんですか。だから1話ってよりか1話も大事なんですけど、もう本当最初もう3分だプロローグということで、今回はそんな恋愛ドラマの冒頭シーン、いわゆるプロローグを魅力的に作れそうな芸人さんたちに、鈴木が見たくなる恋愛ドラマのプロローグの、脚本を書き下ろしていただきました。それがこちらの3名だったということです。いやだからか、この理由聞かんかったら違和感半端ないですよ。ずーっと不思議に思ってましたよ視聴者の皆さん。ここでやっと分かったんですよ。そういうことなんですね。そういうことです。確かに実はそうなんですよ。ドラマとか確かにみんな好きで、みんなそういう本書けるメンツなんですよ。これ俺世にも奇妙な物語も原作になりたてなんで、すごいですよね。先生ですよ。もうそうなんですよね。いやタイはもう本当に何ですか、芸人何組か集めてもう1時間の長編コント、タイが書いた脚本で、だからもうネクストカモメンタルう大志尊のジロライン、そのライン完全に載ってます。タイはもう脚本もいけるんで。かなではその名言好きな感じは分かるんやけど、はい、私はそういう文章とかは正直書いたことあんまなくて、ただ恋愛が好きで、恋愛が好きって書けるんですよ。今回は恋愛ドラマであればテーマは自由です。脚本を書いてもらい、それをもとに当番組スタッフが映像化しました。すごい大掛かりじゃないですか。で今回はですね、この3作品を一般女性に見ていただき、どの作品が一番続きが見たくなるかのランキングをつけさせていただきました。続きが見たくなるかがこれはポイントと。そうです。作品作る人やな。私みたいな君に届け。ああいいね。おいおい、つかみから入ったよ。はい、つかみオッケー。最速じゃない？ドラマ史上キス。これが私のファーストキスだった。これ何？コンパ？マジでたまらんないけど。なるほどね。いや案外唇柔らかいんかい。うわたまらん。すごいなお前。新潟の26歳。26だ。彼氏いない歴26年。うわ。地元の会社で事務職をしています。たまらん。高校時代一軍だった同級生たちに飲みに誘われてついてきてしまいました。そんなキスも大人になったら同じ目線で楽しめるかもって思った私、バカだったな。あの頃から何も変わらず、ただの盛り上げ要員です。ハイボール2つとレモン。お前ら飲みすぎ。水6個な。なんか良さそう。高校の時佐藤先輩と付き合ってたよ。懐かしい。そう毎日一緒に帰ってたもん。てか上田ってさ彼氏とかいたの？いないいない、いるわけないじゃん。そうだよな。そうだよなって。じゃあさ好きな人はいたの？好きな人？いやいやいや興味ない。いやいやね。きつい。いました。ずっと好きな人がいました。やばいやばいやばい。間もなく閉店時間です。はい、あとはもう少し飲ませろよ。それ何回目だよ。この人です。私が密かに3年間片思いしていた同級生の隼人。何その展開。隼人はモテてたよな。ファンクラブあったもんね。懐かしい。いないイケメンは。今彼女いるの？いないよ。嘘だ。なんで嘘つくんだよ。マジかよ。え、じゃあ俺の勝ちだ。俺彼女いるもん。彼女いるのにキスしとったやんこいつは。彼女にキスとかすんなよ。いやこいつさっき急に上田にキスしたんだよ。いや見てなかったんだ。いや別に何とも思わないから。そんなこと言ってマジで結構照れてなかった？照れてないし。なんだよ。もう閉店の時間だから帰れって。この後みんなでカラオケ行くけど隼人も行かない？行かねえよ。飲んでたね。帰りつけない絶対嫌。行こっか。行っか。よっしゃ。いや右だ。右だ。右すぎだろ。マスク。マスク。じゃあ行くか次。カラオケ遠いんだっけ？タクシーで50分ぐらい。5分。ちゃんとね、ちゃんとそういうのもね、最後までやるタイプのね。優しいね。じゃあありがとう。あれ？おい。え？は？いや、これは。なんていうの？これが奏のあれかセリフか？向こうのセリフが来るんじゃない？はい。急だね。これじゃダメか。神様、こっちが私のファーストキスじゃダメですか？遅い。3時のヒロインにかけてる。アキヤこのヒロイン。YouTube で見られるのはここまでです。アベマならニューヨーク恋愛市場を最初から最後まで存分にお楽しみいただけます。動画の続きはここをクリック。